皆さんこんにちは。水曜日のダウンタウンの企画モンスターラブテクロちゃんと見事結ばれたリチさん。そんな中、売名行為でしょと疑われているようです。またすでに別れた説もあるようなんです。そこで今回はリチさんが売名行為と疑われる理由について調べてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。水曜日のダウンタウンの企画モンスターラブテ見事付き合うことになったクロちゃんと彼女リチさんですが、彼女のリチさんは売名でクロちゃんと付き合ったのではないかと言われています。クロちゃんの彼女リチが売名と言われる理由はなぜなのでしょうか。見ていきましょう。理由1、クロちゃんがキモい、リチが美人すぎるから。リチさんが可愛すぎてクロちゃんと釣り合っていないから。リチさんがあまりにスペックの高い美女なので、気持ち悪いことで有名なクロちゃんの彼女になるなんておかしいということから、リチさんは売名のためにクロちゃんの彼女になったに違いないというのが売名と言われている理由のようです。またリチさんは5年前からクロちゃんが好きだったとコメントしています。しかし世間の人からは、あんなに可愛い子がクロちゃんを好きになるわけがないといった声も。確かにリチさんは美人さんですし、このように疑われてしまってもしょうがないのかもしれませんね。理由に、クロちゃんのキスを嫌がっているように見える。リチさんが売名行為を疑われる2つ目の理由は、クロちゃんのキスを嫌がっているように見えたことです。リチさんとクロちゃんはモンスターラブの最後にディープキスを交わしています。ディープキスをされているリチちゃんが後ろに引いているように見えたなどの声も。リチさんとクロちゃんのキスシーンを見た視聴者からは、クロちゃんとディープキスしてる姿が嫌がっているように見えちゃうといった声がありました。理由3、クロちゃん×スイダウの売名力がすごいから。クロちゃんはスイダウこと水曜日のダウンタウンでアイドルグループ豆柴の大群などもプロデュースしており、その売名パワーは実証されています。何より水曜日のダウンタウンの視聴率はすごいですから、とんでもない宣伝効果になりますので、これは売名に違いないと思ってしまいますよね。芸能界には過去に多くの売名行為を疑われた方も、紗栄子さん、加藤茶のお嫁さん、七尾さんなど。さらに10年前にはアンガールズ田中さんが同じような企画で出会った女性と交際宣言、その1ヶ月後に破局したそう。そのためリチさんもこの方々と同じなのではと疑う人が多いようです。理由4、リチが一般人じゃなく芸能活動をしているから。リチさんは一般人ではなく女優だったという点も売名なのではないかと思われている背景のようです。女優だけでなくモデルとしても活躍しているよう。さらに2022年8月14日公開のエイレイ検証プロジェクトに主演として出演していたことが分かりました。リチさんは今後も女優としての活動の幅を広げていかれるに違いないですね。クロちゃんだったら別れたとしても世間は納得となってしまって、名前にあまり傷もつかない気がしますしね。理由5、その他のメンバーが嘘を告白したから番組でクロちゃんの彼女に選ばれなかった。ミクさんの反応からもリチさんもやっぱり売名なのではと連想させるような発言をしていたのも理由のようです。ミクさんはクールな表情で嘘をつき続けていましたと話し、クロちゃんのことを好きではなかったと明かした。スタッフから、なんで最後まで嘘をつき続けてくれたんですかと聞かれると、クロちゃんに告白させれば自分はアイドルになれると思って、その目標を達成するために最後まで頑張り続けましたと淡々と説明していました。理由6、大学時代の好きなタイプとかけ離れてる。リチさんの大学時代の好きなタイプとかけ離れているからです。リチさんは大学1年生の時にミスコンに出場、その際にインタビューされた中で、好きな男性のタイプは九州男児で熊本弁を話す男性と回答。クロちゃんの出身は広島県。リチさんのタイプとクロちゃんのタイプが一致していないことがわかります。
しかし、たとえ売名であってもクロちゃんの彼女になるなんて無理すぎるという声もあり、その精神を褒めたたえるようなツイートも多数見受けられました。売名と噂されているクロちゃん彼女のリチさんですが、モンスターラブの一連の収録の後、もうすでに別れたのでは、関係が冷めているのではという説も出ているようです。別れた説の理由1、クロちゃんは嘘つきだから。というのも、まずクロちゃんが普段からツイッターで嘘をつきまくるということが前提としてあるからです。これは水曜日のダウンタウンでも有名なことですよね。朝食に食べたメニューまで平気で嘘をつきます。別れた説の理由に、クロちゃんツイッターのリチの画像の様子。そんな嘘つきのクロちゃんであれば、使える画像は使いまくると思われるのですが、リチさんの画像が少なく、ちょっとよそよそしいとも言われています。クロちゃんだったらチューするふりの画像でもアップしそうなところなのに、あまり仲良しな様子が伝わってくる画像がアップされないので、なんか不自然ですよね。こういったことから、このクロちゃんとリチさんのカップルはもう別れている、もしくは冷え切っているのではないかという説もあるようです。ツイッターは激しく更新していますが、直近の写真もこんな感じでちょっと距離がありますよね。別れた説の理由3、リチがクロちゃんのどこが好きか不明。リチはクロちゃんのどこが好きなのか語っていたことがなく、どこが好きなのかわからないという点も別れた説、売名説の後押しになっているようです。しかし、リチさんとクロちゃんの交際が売名行為というのはデマなどの声も。売名行為がデマだと言われている理由は、クロちゃんとのキスは体を張りすぎ、結婚を前提にお付き合いをしていると公表。アイドル志望だったけど都内某所を脱退。他にリチさんがインタビューに回答した際、お金じゃないんで、なんならここでキスしましょうかとコメントしていました。もし本当に売名行為だったら、プライベートでクロちゃんといるところに押しかけてきた取材陣に対して、この発言はできないような気も。リチさんなりに、クロちゃんとは真剣交際ですよといった態度を示したかったのではないでしょうか。リチさんは本当にクロちゃんのことが好きなようですね。またリチさんは自身のツイッターでもクロちゃんとの真剣交際を報告しています。このことから、リチさんの売名行為は嘘だと感じた人も多いのではないでしょうか。リチさんとクロちゃんのこれからに注目していきたいですね。いかがでしたか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。